を新幹線行きを決めます。あまりにも空港内が暑いて半袖ですが、本日2023年12月30日にお出かけしてますけど、この通り半袖ですが、ここは普通に千葉成田です。行ってまいりましょう。リピハドコン君、衝撃な半袖で乗り込む。12月30日おっちゃんの手厚いレクチャーを受ける。いやなんか隣のおっちゃんめっちゃ面倒見が良くて全部教えてくれる赤ちゃんやと思われてる。エティハド航空。あ、グランツーリスモ見れるんじゃん、やった。だから超見たかったんだけど、グランツーリスモ見ます。半分半分しようぜ。食が来たやで。Can I have a beer? Beer of course. あと何が？アルコール。What kind of alcohol do you have? I have gin, Bacardi, whiskey, vodka, red wine, white wine. Oh, red wine. Red wine. Red wine 頼んじゃったぜ。Turkey is my big brother. Yes.Thank you. レッドワイン。乾杯。では三人でしようぜ。乾杯。Yeah. のり。酸っぱ。いただきます。めっちゃお弁当にも。食べたくないけど2食目のメニューは
ヌードルとチキン、かっこチキンです。ヌードルはこちらで、おお、あ、おいしそう。これなんだろうね、おいしそう。チキンは、あ、なんかなんだろう5位0。あれかな、ちょっとカレーっぽい感じ。これはさつまいもだ、さつまいもです。でこれはスイーツです。スイーツね、なんか多いんだよね、いつも。アブダビ空港に着きました。めちゃくちゃ綺麗。乗り換え案内を見たいと思います。1時10分にならないとゲート情報出てこないらしい。さあ、キャンプ地をキャンプ地を撮りましょうか。ここをキャンプ地とする。でもどこも綺麗そうだ。今アブダビに日本時間で言うと夜中の1時ぐらいに着いてるんですけど、早速もう ADHD 発動して、あの行きにかぶってたハットみたいなのなくしました。多分飛行機の中に捨ててきてる。 ADHD 小物管理できない問題。身につけるものとかは基本管理できないんで、高いものを買わないです。なのでアクセサリーもしないです。眠いテンションの低い私と一緒に深夜のアブダビ空港ツアーレッツゴー。テンション低い。かわいい。ほんとだ、かわいい。ポケモンだ。え、めっちゃかわいい。ポケモンとかハリポタとかある。めっちゃかわいくない。あ、子供の毛ヘッドがめっちゃ色があってかわいい、うん、ほら、え、かわいいな、めっちゃ欲しい。あ、ゲームボーイだ。すごい。え、これガチなゲームボーイ。レトロゲーミングコンソール。へぇ、本当にゲーム、あれが入んだかな。こっちが免税店がいっぱいあります。まあ、一般的な免税店ってやつです。あ、辛ラーメンがありますね。I love you。 かわいい。何かの結果がサーマシー。ティッシュあった？なかった。ティッシュを私たちは忘れてしまって、今大惨事を被っているので、ぜひティッシュは当たり前に売っていません。無印にティッシュありそうじゃないですね。なかったね。わ、何この、むしろなんか読めないお店。え、かわいい。絶対にアッシュマシいい色、ね、意外と広い。めちゃくちゃ広い。え、めっちゃ広くない。あ、なんかすごいそれっぽいものもある。全然楽しんでる。すごい。え、普通に中東だけ来たい。少ない？別で。めっちゃ可愛いね、これ。欲しい。え、これいくらぐらいなんだろう。AED69 ドル。69アラビアドル。39円が1アラビアドル。だから40倍すればいいってこと ?2760 円。あ、でもそんなもんか。そんなもんか。え、めっちゃ可愛い。え、可愛いね、香水。香水可愛いけど、なんかもう、血がつけたらもう。むってなる匂いだ、全部。癖がある匂いです、全体的に。あ、シーシャだ。あ、シーシャ発祥もしかして。これいくらなんだろう。95アラビアドルだから、3800円。そんな安い。へぇ。これお茶屋さんか。へぇ。あ、ビーカリー。
ギーだ、ギーギー知ってます？なんかグラスヘッドバターだよね。めっちゃまたギアの嫌いなキャラメルミルクめっちゃグッドルッキングガイお兄さんがニコニコしてきてるけど甘いものが本当に食べれない、そのチョコだねみたいな話してたらお兄さんがチョビが出てきちゃったし、あのなんかすごい綺麗なとこなんでしょう。ここもだいぶ景気がいい。ここはあれですね、化粧品コーナー、あれは何でしょう、チョコレートギフト、グルメ、グルメって書いてあるからル・グルメ、あ、デーツ、なんかバーなんかね、開放感が